皆さんこんこにちは週刊手帳術の著者運の隆です、えー、今日も私の著書「えー、週刊手帳術」の本の解説をしたいと思います。えー、今日のテーマはですね、まあ、私の、えー、7つの習慣の解釈の2番目ということで、まあえー、第2の習慣は、まあ、私はいい人であればいいというふうに解釈をしているんですけども、まあ、その中の、えー、1つのテーマ、 まあミッションステートメントっていう話をちょっとしたいと思います。えー、まあ簡単に言うとミッションとかっていうことだったり、使命みたいなものだったり、日本語にすると使命みたいなものだったりするんですけど、皆さんこう持ってるのか持ってないのかみたいな感じではあるんですけど、7つの習慣で言うと終わりを 思い描くというか、まあ要はゴールに向かってのところなので、まあ、その最終目標に近いもの、まあ、どんなことをしていかなきゃいけないのかという、まあその使命感的なものをこうまとめたものになります。で、えー、実は私、ミッションステートメントがどっかに書いてあるかっていうと、実は書いてないんですね。で あのなんで書いてないかっていうとすごいシンプルなんですよね。<laughs> ちなみにちょっとお恥ずかしいながらちょっと私のミッションステートメントは何かというとあの長生きするっていうこれだけなんですよね。もともとがいい人なんですけどいい人を続けていくためにどうしたらいいかって単に長生きしますみたいな、まあ、そんな感じ。で、えーまあ、ちょっとだけ走る。 ことを趣味にしてるんでまあそれを99歳まで、えー、続けたいなというふうに思ってるんで99歳まで走るみたいなそんなことをこうミッションステートメントにしますしてますであのー、これどっかに書いとく必要も正直ないと思ってますミはこんなにシンプルなんで正直なとこ書く必要ないと思ってますでその なんていうんですかね、その、まあ、こう、7つの習慣もそうなんですけど、文章にしなさいみたいなことを書いてあって、で、えー、まあ、それをこう、皆さん真似をするわけなんですけども、あの、私自身って、こう、目標とかスローガンとかっていうのは、なんで書くかっていうと、できてないから書くっていう要素が結構大きいというか、あの、 なんでスローガン掲げているのっていうちょっと悪いこう方に捉えた時にできてないからっていうちょっと本を読んだ時にああそりゃそうだよなと思ったんですね。要はできてないから頑張る当たり前なんですけどもその結構こう文章にしようとするときれいな文章というかなんかこうまあ当然のことながら理想的な話なんであの理想なことを書いていいと思うんですけども そのなんかこう、きれいごとに近いような、えー、フレーズになっちゃったりもすることだったりとか、その,そのページを開かないと、自分のミッション・ステートメントが何だったかなんていうのが一時一句分かんないみたいな、まあ、そういうことだとちょっとなんかあんまりこう、一生かけて目指すものなのかなって、まあちゃんと覚えていれば僕は別に、なんか書く必要もないし。で 見なきゃ分かんないようだったら、まだまだなんかそのミッションステートメント書かされてますみたいな、そういう感じになるんじゃないかなというふうに思ったりもするんで、まあちょっとシンプルで分かりやすいものを、えー、ミッションステートメントにした方がいいというふうに思っています。で、あのまあ、最終目標がこういい人であるというところであったりもするんで、まあ、その場その場のこう最善を尽くす、まあ、ベスト、 ベターを尽くすっていうことが、まあ、必要であって、まあ、それがこう、ミッションステートメントですって、まあ、言い切れるというか、まあ、説明がちゃんとつく、まあ、当たり前ですけど、辻褄まが合うみたいな、まあ、そういうことが必要なんじゃないかなと思います。で、その、な、何ができるかっていうことだと思うんですね。で、まあ、その、 来たこう役,役割とかタスクに対して、まあ、ベストを尽くすとか目標を立てて、まあ、それをやっていくんであるので、まあ、よくこうそのミッションステートメントとかその、うん、っていうのは、まあ、自分の憲法ですみたいなことが書いてあるんですよね。なので、まあうん、守れないとかできない、まあ、なんか目標を立ててその振り返って今日はできませんでしたっていうのは だとしたらいや、それって憲法違反じゃないのみたいなことだったりもするんで、まあ、要はだから、ちゃんとそれができるように目標を立てたりとか、えー、実行したりとかっていうのができないと、要は単にこうできてないってことを振り返りしていいのかっていう話じゃなくて、できるようにやんなきゃ、そのルール違反じゃんっていうことだったりも、私はすると思ってるんで、あまりこう振り返りをしない方がいいと。 いうふうふに思ってるんですね、まあ、そ,それってなぜかというとできてないってその証明しちゃったわけなんで、まあ、そうならないようにするのが手帳でしょって私は思うので、うん、なのでその、うん、手帳にあえて書くのであればこうちゃんと守れることを書くべきだというふうに思ってますというところですなのでまあちょっとまあミッションステートメントそのものはまあ シンプルででかかりやすいいいいいものがいいんじゃないでしょうかというとうに思っていま,すまあ、それもシンプルなのも文章だと思うんで、まあ、そういうルール付けて私はその7つの習慣の第2の習慣を捉えていますというところです。まあ、今日はちょっとそのミッションステートメントのお話をさせていただきました。まあ、シンプルに書くというのも一つの手かなと。 いうふうに思いますというのがポイントとなります、えー、動画は以上となります、えー、最後まで視聴いただきありがとうございました運のたかしがお送りしましたそれでは